出雲市駅。出雲市駅は、島根県出雲市駅北町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本山陰本線の駅。隣接する、一畑電車北、松江線の電鉄出雲市駅についてもここで記述する。JR 山陰本線の主な列車が発着する拠点駅であり、岡山方面から伯備線を経由する特急はこの駅で折り返す。また、当駅から米子駅までの間は、全快速列車が各駅に停車する。2009年3月14日のはやぶさ、富士の廃止により、定期運転の寝台特急、サンライズ出雲が発着する日本最西端の駅となった。直営駅でかつては構内に出雲鉄道部が置かれ、かつ管理駅でもあったが2008年6月の組織変更による解体により、松江駅傘下の地区駅、駅長配置となり、松江駅から管理業務の一部を委任される形となった。なお、JR、一畑電車の当駅は、松江駅、藩校下の出雲科学館パークタウン前駅と、並び島根県では、数少ない高架駅でもある。2012年3月17日ダイヤ改正から2014年3月15日ダイヤ改正まで、平日に当駅を9時8分に発車する赤穂線。播州赤穂駅止まりの長距離普通列車が設定されていた播州赤穂駅16時5分。運転距離は 275km であった。逆は設定されていなかった。2019年3月15日までは通勤ライナーが朝に1本のみ、米子駅まで運転されていたが、2019年3月16日のダイヤ改正で廃止された。JR 出雲市駅の事務官コードは64741を使用している。島式ホーム2面4線を有する高架駅で、駅舎北口のエントランスは、出雲大社をイメージしている。緑の窓口と緑の券売機が設置されている。駅構内、特に東側に、レストラン、土産物や、観光案内所、衣料品店、100円ショップなどが入った、アトネス出雲があり、中央部分には、セブンイレブンハートイン JR 出雲市駅店、2016年、0 7日オープンがある。出雲市駅では、合名会社黒崎が、駅構内で、蕎麦屋、出雲蕎麦、黒崎を経営するとともに駅弁を販売していたが2018年9月に、廃業し、その後、地元の、出雲の国麺や、スサノーラーメン、出雲蕎麦等が、テナントに入って開業するとともに、松江駅で駅弁を販売している一文字課の委託を受けて駅弁も販売している。内側2線 2.3 番乗り場が本線、外側2線 1.4 番乗り場が対比線である。なお、地上駅時代には0番乗り場もあり、大こそ専用のホームとして利用されていた。両サイドの対比線 1.4 番乗り場は上下、双方の入線、発車、折り返しに対応している。松江駅もほぼ同様の構造であるが、当駅の場合は、上り本線2番乗り場が米子方面からの折り返しにも対しており、当駅始発、終着となる特急、やくもは2番乗り場に直接入線して折り返す。快速、普通列車の折り返しは、上下線を問わず1番乗り場か4番乗り場で行われる。浜田方面から直通してくる上り特急も原則として2番乗り場に停車するが、2番乗り場がやくもの折り返しで塞がっている場合は1番乗り場に停車する。逆に浜田方面行きの下り特急はすべて3番乗り場に停車する。米子支社管内では列車入線の際に接近メロディが流されるが、当駅では接近放送の冒頭に独自のメロディが使われている。高架化と合わせて使用を開始した。また、電光掲示板は該当の電車が停車中の時は点滅する。変形の島式ホーム一面2線を有する高架駅。有人駅である。定期列車は基本的に2番乗り場を使用する。当駅は西日本旅客鉄道の出雲市駅より東に100メートル離れた場所に位置しており、両駅間の乗り換えには一旦改札を出なければならない。松江駅で駅弁を販売している一文字課の駅弁を駅構内に出店している地元の出雲の国麺やスサノオラーメン、出雲そば等の店舗で販売している。など。以前、出雲市駅で駅弁を販売していた合名会社黒崎は2018年9月に廃業した。JR 出雲市駅で販売されていた主な駅弁は下記の通り。北口の西側には楽団を模した古代衣装を着たからくり時計のモニュメントがあり、定刻に自動演奏するほか、ボタンでそれぞれの楽器の音色を手動で奏でられる。また、柱から水が流れるモニュメントがある。北口を出て徒歩2分のところに居酒屋、スナック、パブなどが集まる飲食街、代官町、末広町、塚根町があり、さらにそこから徒歩2から3分のところには、かつてのアーケード街、西方向に扇町、東方向に中町の各商店街だった通りがある。北口からは、北方向に、島根県道27号出雲市停車場線、中央通りが伸びており、高瀬川を渡って、出雲市役所や国道184号まで達する。なお、出雲駅北側に隣接して立地していた、市場田百貨店出雲店は2019年2月28日をもって閉店した。地上駅時代は工場などが立ち並んでいた。現在ある多くの建物や施設は、高架駅となってから建てられたものがほとんどである。北側に進入口と退出口があり、構内は時計回りで走行する。北側から反時計回りに1から3番の各乗り場がある。また、駅、北川電通り沿いに東乗り場がある。出雲大社へは、市場田バスで27分から36分程度。3番乗り場の前、東乗り場の南にあるツインリーブスホテル出雲、市場田百貨店出雲店。併設1階のアトリウムを高速バス、空港リムジンバスの待合所、600から22時30分として利用できる。乗り入れる、バス会社、島根県道277号、滝港南出雲線沿いのビッグハート、出雲前にあるバス停で、一部の高速バスが停車する。各年度の1日平均の利用者数は、以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。